ください。ワンピースじゃないです。そう、 YouTube にね動画上がると思うので。キョピコさんか、キョピコさんなんかさ、私さレッスン着キョッピーにしか会ったことなくて、なんかレッスン着じゃないキョッピーがすごく可愛かったです。いたの分かった。なんかでも緊張しすぎてなんか全然みんなの方見れなかった。もうやばいみたいな、仕切らなきゃって思って、こう台本とおるーさんとキョッピーの顔見ながら、こう たまにしか皆さんの方見れなかったから申し訳なかったですけれども、どうでした、楽しかったですか。仕切り良かったよ、ありがとうございます。やはりさ、ホットビューラーは偉大なりなんだよな。まつげがまだ上がっているんだけど、すごーい。え、そう、みゆたちもうなんか今日飲むつもりでルンルンで行ったんですけど、最新居酒屋に、あのもう売り切れてるから飲めなくて、でも皆さんがそれだけあの飲みに来てくださったということで嬉しかったです。いい MC だと思います、ありがとう。嬉しい、みんなが見てくれて。そう、すごい CBC ラジオ祭りのツイートがリツイートされてきた。そう、くるみんがね7月3日のねエスコエに出てくれるみたいで、あのなんか普通にサンシャイン行くまでの道で聞いてびっくりしました。今日の MC は何点ですか。いやでも結構緊張してたから、もっと余裕があったら自分はもっといい仕切りができたと思ったので、あの、まあ、70点くらいですかね。ねえ、くるみんすごい、パチパチパチ、ねえびっくり、当たらなかったんで上で見てました、ありがとう。あ、本当仕切れてた、よかった。明日は少し離れたところから生誕祭見て応援してますね、ありがとう。3日投げたくなった。そう、3日 S 公演なのと2日が手綱ですね。長ちゃんもゲームやってほしかった。もう長ちゃん仕切りに徹してたのはあって感じですけど。くるみんはコアブクマブルーベリーが好きだし、お、いいですね、いいですね。心細がってたので、心細いよね、そうだよね、同期いない公演ほど心細いものはないよね、わかる。もちろんいっぱいお話ししましょうね。めっちゃいい席当たった、おめでとう。両方投げますね。7月もあのもう1週目からバンバン公演に出れるみたいで楽しみです。3日投げた、ありがとう。そう、当たりますように。にイエーイ。今日はキアクティー多かったですか。なんかキョッピーの生誕ティーも水色なんですよね、だからなんかすごい真水色でした。あー、もうなんか久しぶりなんでちょっとどうかな、なんかエスコインがめっちゃ不安。今日のズボンは足が長く見えたね、ありがとうございます、長いです。あと今日はあの靴がなんかもうなんて言うんだっけ、こういうのなんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、あ、かわいい、あ、なんて言うんだっけ、シークレットブーツみたいなね、シークレットブーツみたいな。明日生誕祭楽しんでください、だってありがとうございます、ペコリ。あー、そうそう、厚底すぎるんですよ。なんかもう10センチくらい気持ちは持ってるレベルで、めちゃくちゃ高い靴履いてるから、あのめっちゃ足が長く見えました。 F2 なのでめっちゃ神手です、他のメンバーも見ざるを得ないです。うん、そう、めちゃくちゃね、あの厚底だった。最近買ったあの噂の1万円の靴です。もう当選しました、初のみゆちゃんの生誕ね、やばい、本当に何も考えてないレベルなんだけど、なんか一周回って考えすぎて何も考えてないレベルに考えてないみたいな、
そんな感じ。困ってる。ゆずぽさんやみむらさんよりは短いですよね。その分かってます、分かってます。なんか今日 DD の方多くなかった？多かったと思います。ありがとうございます。キックボードで行けます？気をつけてきてくださいね。 B 列真ん中です。了解了解。席後ろやけどどこにいても中ちゃん見るで。決まった。いいですね、楽しみですね。中ちゃん1万円は自腹持ち。生誕終わって課題が終わればスーパー中作が見れると思います。そう、頑張る、頑張って生きていくよ。中ちゃんのうちを注文しました。ありがとうございます。中坂さん下手が多いんですか？そうなんです、下手が多いんですよね。ロングドライブ気をつけてきてください。連続立ち見です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。遅刻したらすみません、許す。いやもうなんかマジで何も考えてないんですよ。うん、どうしよう、マジで何も考えてない。うん、どうしよう。なんかもう今一回ここで練習しておきたいもん。ちょっとこう冷静に考えて生きてます。はい、中坂が今日は仕切りでした。本当な、考えてないことはないですけど、なんかまとまってない。話したいことはいっぱいあるんですよ。なんかもうなんなら、なんかもう話したいことしかないレベルに、なんか17歳は本当にいい年だった。昨日の納豆の話でええやん。最前列、最前列おめでとう。いやでもそうだよね、明日はさ顔見知りがいっぱいなわけじゃん。嬉しいよね。あ、頑張ります。頑張ります。トレードもダメだったから DMM で見回ってるね。ありがとう。はい、ちょっと今日の夜考えたいと思います。てかさ、聞いてほしい。私はあの前回の劇場公演の時に充電器を全部置いてきたわけですよ。だからもう家に今充電器なさすぎて、なんかもうそのやばかったので、今日やっとあのゲットしたわけですよね。マネージャーさんが取りに行ってくださって。そうだから嬉しいです。アイレツで透けてますね。透けてないよ、顔はバレてない。バラしていこうや。明日は実は4人目の、今年4人目の S の生誕です。おーおー、 J 列なのでさらに透けます。 I、J、 わかんないですけど、まあ楽しんでいこうや。うん、何も本当に喋ろう、どうしよう。新幹線乗れた？雪。はい、もうなんか何を伝えようかな、本当に悩みますね。やっぱ難しい、生誕祭はやっぱね、やっぱだってもう1年に1回しかないし、私が言いたいことを言える日ではあるので、しばらくは後ろレンジ触れないかも。だってなんでですか。700回目の訪問ありがとう。お手紙も楽しみだよ。マネージャーさん面白すぎるなんとかしてください。はい、とっても面白いマネージャーさんです。なんか今日のゆきさんの生誕スピーチを参考にしよう。そっか、2日連続生誕なのか。
髪型決めてない。なんかどうしようかな。悩みます手紙予想、なんか私は別にしたいと思わないタイプなんです。結構なんかそのサプライズ大好き人間だから、まあなんとなく予想するけど、まあ誰でも嬉しいなくらいでこう留めているんですけど、なんかすごい今年は言われました。絶対まるまるだよ、絶対まるまるだよってめっちゃ言われて、はい、いやそうかなみたいな、そういう話をなんかよくしましたそう、普段の時点で来年喋ること決まっていたと言ってませんでしたっけ。決まってたんだけど、これを喋ろうって決まってたんだけど、なんかもういろいろ喋りたいことまとめてたらいっぱい出てきちゃってびっくりしました。髪型に合わせ予告してくれたらお揃いにしたいな。まだ確実に決めてるわけじゃないですけど、まあ多分巻き系です。ちょっと羽じゃない気がする、巻き系の、まあこういうのがいいよねって思ってます今はね、今はそう、なんかすごいねめっちゃ言われるんですよ。誰と言われた、誰と、なんかふえちゃんとか池田とかと、まあ、そういう話をさえとかしたんですけど、なんかその私の予想はちょっと誰か言わないですけど、まあそのふえちゃんとかその池田はずっと言ってるんですよ。私だからみたいな、手紙私だからずっと言ってて、あそうなんだね、池田なんだね、楽しみだねって言ってるんですけど、ふえちゃんはこうやっぱガチ予想してきますね6月10日の髪型いいって言ったやん。そのツインテールもいいんですけど、ちょっと気分的に今の気分的に、本命姫たん、太鼓夫さん、アナモモたんいさんは私と、ああちょっと似てますね、私の予想と似てますねそう、高度な情報性、そう、池田はもう一生言ってきます、私があの劇場まで行って読みに行くからって言われて出るんで、まあ楽しみにしてます兄ちゃんは姫たんと冬ちゃんに書きましたね、お手紙書かせていただきました。そう、あざあざとかでもめっちゃ嬉しいですけどね、個人的になんかそわそわしてるね、だってそわそわしてるよ、やっぱ生誕祭ほどやっぱそわそわするものはないですね。なんかもうただでさえ久しぶりの S 公演だからそわそわするのに、いやー覚えなきゃ、ちょっと愛を君に、では小番号を振り返りますね。 4.55 ん ?4.55? 5.5? 愛を 7.5 感動ってなんだろう、探してみよう、この辺、うんこの辺やばい、やっぱ明日は、まあね、立ち位置表を頭に叩きながら行きたい、叩き込みたいと思います。いや覚えてるんですけど、いつもこう3くらい、トゥルルトゥルトゥルルトゥルトゥルトゥルル、これでだいたい 4.5 いって 5.5 いって1とかにいって 0.5 押しもいやー髪型あんなにいいと決め合ったやん、認め合ったやん、気分ってなんや、いやごめんってでも割と、いやツインテールもあの嫌いじゃないんですけどね、似合わない自信がある。ツインテールがいいですか、いやーへんてこじゃねへんてこじゃね、気分屋です、いやーそれは気分屋ですね。中坂さんは気分や、ルン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 マン、髪の毛はしばらく短いままで生きてます。
ツインテールかわいい、ありがとう。クマさんはなんかちっちゃいのならできる。うん、こんな感じのクマさんならできます。18歳といえばツインかな。めっちゃツイン押してくるやん。短いの可愛いね、だって。ありがとう。うん、仕事終わりに勢いだけで名古屋行っちゃいそう。うん、ご家族いらっしゃるんでしょ。今ショールーム見てる人だけに、明日はどこかで丸々するよ的なのありますか。じゃあつぼみのハート作ってるところで変顔します。プリマステラ見に行けなかったんですよね。では猫ちゃんでお願いします。ねえ、ツインテールがいいですか。そんなにお腹すいた。確認不可。推しカメラで抜かれるんじゃ。もう後ろとかモニターのところらへんにカメラないと誰も見えないんだけどね。あー面白い。プリマステラの会場がめっちゃ近かったのに、そう行きたかったんだけどね。明日生誕祭だね、行くよ。ありがとう、楽しみにしてます。リアルな現実を突きつけられた。まだ明後日当選したの言ってない、やばいじゃん。ミュウが今から大声で言ってあげるから、こうスマホを大音量にして家族の前に持ってってください。明日シャチモナカの差し入れありますか。シャチモナカにしようかな。なんか差し入れしようとは思ってるんですけどね、何がいいかな悩んでます。名古屋に着いてから公園まで何をすればいいのかそわそわします。ぜひシャチモナカに行ってみたり、北京さんに行ってみてください。みちゃん、私のステラだよ。ウェーイ、ありがとうございます。ニコ嬉しい。あ、レモンパイいいですね。なんかいろいろ買ってこうかな。でお好きなのどうぞみたいな。仕事終わりに駆けつけます。ありがとう。ピオリン食べたい。ピオリン食べましょう。並びましょう。12時14時17時だった気がします。にゃねえ、水まんじゅういいよね。幕開いたら生誕ティーじゃなくてシャチモナティーだったらどうしますかね。嬉しいからいいですけどね。チーム S のチームカラーって黄色なんですか。まあ黄色だったりオレンジだったりしますよね。私はまあどっちも好きな色なので。だし私はあの完全黄色人間、イエベ人間なのわけですから、もう黄色でもオレンジでも似合うのでやっぱチーム S やなってなります。あ、お疲れ様ドレーヌあり。でも16個も売ってるかな。手作りもなかと。もう一つ買うなら何がおすすめですか。本店に行くなら、あの新しく発売されたダックワーズだったり、あとは水まんじゅうが好きです。私は「ピオスは嫌だ」とか言わないでください。確かにシャチモナカさんを探せだね。確かに。そうダックワーズは、まあ、ちょっと中作が行ったわけじゃないんですけど、お店にパパサカが買いに行ってくれたので、あのちょっとまだ食べてなくて食べます。
明日は初中坂さんなのでニヤニヤが抑えられないかも。大丈夫、みんないつもニヤニヤしてますから、ニヤ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 。生誕祭で推しと同じ胃袋にしたい人多そう。確かに、ピアス着たら意識高すぎて、みんなピアスに、もうピアスに何でもしてあげるよ。シャチフレンドはサブレは、サブレを去年初日かなんかにね差し入れさせていただいたんですよね。はい。明日お見送り何をすればいいですか。おめでとうっていっぱい伝えてください。ファミリー枠で来ない。まあ明日、珍しく生誕祭誰も招待しなかったんで残念。そう、まあ、去年は先生とか招待したんですけど、ちょっと今年は誰も呼ばなかったです。まあもうしばらく誰も呼ぶつもりはないのではい、家族は呼ばないですね。絶対に呼ばないですね。そう。なんで？呼びたくないからです。メンバーに行きたいって、そんな意識の高い人はあんまりいないんじゃないかなまあ来てくれたらそれもちろん嬉しいですけどね。40分か、どうしよう、歌おうかな。じゃあ43分になったら教えてください。今日は1曲にします。もうあの家族はあの一番最初の生誕で呼んでるので、もういいです青みさえ振ってるかもよ。まあそれはそれでおもろいと思うからいいですけど、みんなであのそういう、もしまあいないと思いますけどパパ坂がいた暁にはぜひ、ぽよんぽよんですねみたいな、お腹はぽよんぽよんですねって言ってあげてください。あ、お店振ってる人がいたら要チェックやって、やめてよ、それで全然パパ坂じゃない人だったもんね。ただの迷惑ですから。プレゼントボックス、なんかプレゼントは多分今郵送じゃないとねできない気がします。劇場にお祝いに行くね、ありがとう、待ってます。わー、パパ坂さんの方がちっちゃいです。お城レンジ編楽しみ、みも楽しみ、みんなのみんなと会えるの楽しみ。でもやっぱまだちょっとドキドキそわそわしますね。43分ということで歌います。明日は署名欄記入率 100% でしょ。マッキー置いとかないとね、入場のところに。あーね、これマジで可愛い。これ何、今日何のキャンペーンしてるんだろう。ダンディー、ダンディーじゃないよ全然、おっさんって感じ。あははは、何歌おうかな。
洗濯したら取れかけてた？ピエン。あ、やばい。あ、そんなことないか。青空が大好きなんだ。見上げるだけで幸せさ。ここではない地平線へ。雲は流れて誘ってる。知らない街行ってみたら誰かと会えるだろう。ガレージでエンジンかけて初めて見ようか。人生旅だ。道は僕らのために続くよ。ずっと未来の先へまっすぐ伸びる。あの日見ていた小さな夢。車飛ばし探しに行こう。僕らのために続くよ。ずっと行きたい場所へ行けばいいんだ。もしも途中で迷ったってその景色を楽しんでごらん。僕らのために続くよ。ずっとどんな願いも叶えられる。生きてることは可能性なんだ。世界の果て行ってみよう。窓いっぱいに新しい風吹き込んで。全てのもの感謝すれば昨日と違う今日になる。映像とか写真なんか比較にならないくらい。その場所にワクワクするよ。自分のこの目で確かめよう。道は記憶の奥に続くよ。いつも知らないうちにできてる地図を、ある日突然めくりながらギアを入れてどこでも行ける。記憶の奥に続くよ。いつもサイドシートに誰がいたとか、どこで車を止めたってこと。その会話の一部始終も記憶の奥に続くよ。いつもどんな時間も道の上さ、動いてるから冒険できる。世界はまだまだ広すぎる。なんか懐かしいですね、この曲。最後に歌ったのは新世代コンサートかな。結構好きな曲です。世界中の道の数だけワクワクが待っている。頭の中想像するよりハンドル握って体感しよう。道は僕らのために続くよ。ずっと未来の先へまっすぐ伸びる。あの日見ていた小さな夢。車飛ばし探しに行こう。僕らのために続くよ。ずっと行きたい場所へ行けばいいんだ。もしも途中で迷ったってその景色を楽しんでごらん。僕らのために続くよ。ずっとどんな願いも叶えられる。生きてることは可能性なんだ。世界の果て行ってみよう。ということで本日は道はなぜ続くのかを聞いていただきました。おー、怖ー、ロックロール、鼻かゆい。それでは終わりたいと思います。もう去年のさ、そうだよな、やっぱ明日の髪型悩みますね。去年も確か短い時の巻き下ろしだったんですよね、確かね。わ、これは何だろう、ドーナツかな。
ドーナツさん、ハート、アジサイニャニャさん、音符、何にしよう、音符カッパさん、これはなんだっけ、サックス、ラッパでいいや、ラッパ、アジサイニャニャさん結婚して、水のサリウム、ブンブンサギさん、ラッパー、シルルルさん、ラッパー、かわいい、結婚して、アイアイさんのインボ、カッパさん、結婚して、ナンセルアスカさん、音符、ネギトロさん、の猫、にゃーにゃにゃーにしよう。玄関先さん、ありがとう、結婚して、音符、白馬の王子様さん、タラの音符、カトちゃんぺさん、音符、白のクマさん、音符、リボンクロミちゃんさん、ラッパー、ルンルン猫さん、ハート、シルルルンさん、音符、カトジャンペさん、音符、水のセリウム、ブームウサギさん、音符、白馬の王子様さん、音符、リボンクマさん、音符、カトジャンペさん、音符、まるまる猫さん、ラッパー、シルルルンさん、音符、ヒコボシさんたらの音符、シルルルンさん、音符、レオナさん、音符、シルルルンさん、音符、ランセルラスカーさんたらの音符、レオナさん音符、ランセルラスカーさんたらのむ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 たらの音符、ひこぼしさんたらの音符、ランセルラスカーさんたらの音符、白馬の王子様さん音符、カトジャンペさん音符、レオナさんたらの音符、白馬の王子様さんたらの音符、まるまる猫さん、かわいい、トートエスギさん音符、世界さん音符、白馬の王子様さん音符、サッカーラスカーさん、音符、ムキムキワンちゃんさん、レインボー、リボンクロミちゃんさん、ラッパー、ネギトロさん、ミラーボー、水色サリン、ブンブンサキさん、ミラーボー、ランスラスカーさん、音符、アジサイニャニャさん、結婚して、ランスラスカーさん、音符、アジサイニャニャさん、結婚して、シャクヤク、ウキーさん、レインボー、髪の毛ぐるみさん、白サイ、青サイ、アジサイニャニャさん、タラの音符、髪の毛ぐるみさん、オレンジサイ、アジサイニャニャさん、タラの無タラの音符、ピピフピさん、タラの音符、ランスラスカーさん、ブラーボー、アジサイニャニャさん、タラの音符、ハムスターさん、レインボー、ハタゴンさん、タラのムタラのムタラのムタラの音符、無意識のいるさん、レインボー、ハタゴンさん、タラのム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 タラの音符、水色サリオ、ブンブンサキさん、レインボー、黄色の巨人さん、ハートありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。では消えちゃったの見ます。中坂さん、ブラーボー、チアノゴさん、ね、いいもん、ガロさん、にゃーにゃー、自転車ラスカーさん、ラッパラッパ、ガロさん、にゃーにゃー、チアノゴさん、ラッパー、ガロさん、ハトポッ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 ポ、ガロさん、ラッパ、チアノゴさん、ラッパ、水のサリオ、ブンブンサギさん、にゃーにゃー、シルルルルンさん、にゃーにゃー、水のサリオ、ブンブンサギさん、ハトポッポ、ネギトロさん、ラッパ、ランスラスカーさん、レインボー、ハトゴンさん、レインボー、ランスラスカーさん、かわいい、無意識のルーさん、シャクヤクカッパさん、ラッパラッパ、アジサイニャニャさん、結婚して、水のサリオ、ブンブンサギさん、ラッパ、シルルルルンさん、ラッパ、かわいい、かわいい、かわいい、結婚して、あ、この辺読みましたね。からの、ユキさん、ハトポッポ、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。イェーイ。ありがとう。ありがとうございます。いいですね、お嫁さんに言ったっぽいです。いいですね。ではランキング見ます。今日の中身73位はデケデケデケデン、バーン、幼稚園のお洋服の猫のアバターのふんふんさんです。ありがとうございます。イエーイ、惜しい皆さんもありがとうございます。イエーイ。それでは、ランキングを読みます。20から読みます。いきます。せーの、お花さん、クロミちゃんさん、ヒヒンさん、モフモフさん、イチゴさん、ゲンカウサギさん、ハムスターさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きましてね、13位から言います。13位、ふんふんさん、ありがとうございます。ウキーウキーウキー。12位、ふんふんさん、ありがとうございます。正解は丸い丸。
11さんありがとうございます。カドちゃんペーペペ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 。10位さんありがとうございます。リボンクロミちゃん。9位さんありがとうございます。意識しなくたって I love you。 8位さんありがとうございます。アジサイニャン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 。7位さんありがとうございます。ランスルラスカル。6位さんありがとうございます。皆さんハタゴンさんと一緒にうどん食べに行く行く。5位さんありがとうございます。4位さんありがとうございます。水色サリウムブンブンサギブンブン。3位さんありがとうございます。こんにちは。2位さんありがとうございます。ガローさんガローさんガローさん。そして今日の1位はドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドンデンさんです。イエーイ。せーの、ネギトロ平野町。寿司食べたい。でもこの前お寿司行った時ネギトロ食べなかったんだよね。でもね、大好きですよ今も。ということで3218人の皆さん、今日も配信を見ていただきありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。ということで今日も配信を見ていただきありがとうございました。明日はついに生誕祭ということで、みもまでドキドキなんですけれども、皆さんと一緒に盛り上がっていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。明日は朝配信です。7時半からです。皆さん見てください。よろしくお願いします。それでは終わりたいと思いますせーの、バイチャー、じゃんけんポン、あっち向いてほい。今日の合言葉はドキドキだね。バイバーイ。皆さんも早く寝て明日に備えましょう。バイバーイ。頑張るんば。バイバーイ